はい、どうもこんにちは、セッチミュージックです。今日はですね、年末に出したプロ音楽ライターが本気でおすすめ2021年のプログレッシブロックメタルの、ベスト10っていう動画、出したんですけども、実際海外ではどんなアルバムが入ってるのかなっていうところを今日はちょっと見てみたいと思います。まあそんなこと年内にやれよって感じかもしれませんが、まあどうぞお付き合いくださいませ。それで今回見ていくのは、以前プログレッシブロックの書籍に関しての動画を出したんですけども、その中で紹介した The Prog Report というアメリカのプログミュージックサイトなんですが、こちらのですね YouTube チャンネルがありますので、ここにですね2021プログレポートアワーズ、ファイナリスト&ウィナーズという、まあ言ってしまえば1年間サイトで取り上げてきたアルバムのアワードを決めようというような内容ですね。まあ、これね、僕今日まで見てこなかったのでちょっと楽しみなんですけども、果たして本場アメリカの方ではどんなランキングになっているのか注目していきたいと思います。では見ていきましょう。やっぱねオープニングかっこいいですね。いろんなジャケットバーッと出てて、まあ、僕個人ブログやってるんですけど、まあ、そこではねちょっと扱いきれないようなちょっとマニアックな作品なんかもね入ってきてます。はい、まあちょっとオープニング見たんですけど、まあ、先にちょっとプログレポートってどんなサイトなのっていうのをもうちょっと詳しく説明すると、アメリカのプログミュージック専門サイトになるんですよね。で、どちらかというと、ドリームシアターをかなり、推してるサイトになります。あとは、イギリスの5大バンドですね。まあ、その中でも、あんまりキングクリムゾンとかは押されてなくて、比較的、ジェネシスとか、イエスなんかは結構押されてるんですが、ピンク・フロイドもそんなにないですね。で、あとは、ニール・モース関係とか、ヘイケンとか、そういうバンド、まあ、いわゆる、そのドリームシアターの構築メタル、まあ、プログレッシブロックとか、プログレッシブメタルの形っていろいろあると思うんですが、ドリームシアターのような、その、ドリームシアターのようなというか、ね、まあ、ジェネシスなんですよね。ジェネシスラッシュあたりのその流れを組んだ、まあ、テクニカルだったり、構築的なプログレッシブロックの、スタイルを贔屓しているサイトなので、まあ、ドリームシアターが好きな方は結構見てて楽しいんじゃないかなと思います。では見ていきましょうか。ここで言ってるのは、ライブアルバム、あとアルバムカバー、ビデオオブザイヤー、アルバムプロダクションオブザイヤー、ソングオブザイヤー、エピックオブザイヤー、アーティストオブザイヤー、そしてアルバムオブザイヤーと、いくつか候補がありますね。まずはライブアルバムオブザイヤーですね。これはまあ非常にわかりやすいライブアルバムの、アワード。この動画に関してはそのトップ10とかそういうものではなくて、もうとにかくアワード、もうその年のライブアルバム1位を決めるという企画になっているので、まあ、それを、まあ、アメリカのこのプログレポート選んだライブアルバムナンバーワンは何なのでしょうか。はい、ということでですね、ライブアルバムオブザイヤーはですね、モースフェスト2019フライングカラーズ &NMB ということで、これはですねアメリカのミュージシャンニール・モースがですね毎年自身のプロジェクト、自分のソロとかニール・モースバンドっていったバンドとか、あとフライングカラーズっていうですね自分が中心となっているバンドを集めて行うニール・モースフェスですね。まあ、そのタイトルがモースフェストというタイトルなんですけども、このモースフェストの2019年、これを収めたライブアルバムがライブアルバムオブザイヤーに選ばれたということで、はい。他2つ候補にあったのは、フォーカスの50周年ライブアルバムですね。それとですね、ザ・パイナップルシーフの、2020年に出たアルバムのライブアルバムになってますね。では続いてアルバムカバーオブザイヤーですね。これはですね、そのままアルバムのジャケットを決めるアワードになってます。はい、というわけでですね、アルバムカバーオブザイヤーの、ウィナーはですね、イエスのザ・クエストですね。イエスはですね、2019年にフロームアページという、EP と、あとそこに付属したライブアルバムの2枚組のセットを出してまして、これオフィシャルページからしか買えなかったんですが、確か最近流通したのかな、新しいニューアルバムですね、ザ・クエストっていうアルバムが2021年に出まして、それのジャケット、やっぱりねこのイエスならではのですね、ロジャー・ディーンのすごい綺麗な山脈というか、まあ、大自然な感じのジャケットが選ばれてますね。あと他2つはですね、ドリームシアターのビューフロムザトップオブザワールド、
これはですね、以前僕の動画でも紹介したノルウェーのシェラーグボルテンっていうですね、本当にある山がモチーフになってますね。であとは、トランスアトランティックの The Absolute Universe。 トランスアトランティックはですね、毎回太平洋を横断するっていうテーマのバンドなんで、飛行船が映ってるんですけど、それがね、今回宇宙を飛んでるっていうようなジャケットになってます。で今回これはですね、アルティメットエディション版ですね、いわゆる完全版みたいのが、一応ノミネートされてるみたいですね。ビデオオブザイヤーのアワードはスティーブン・ウィルソンのキング・ゴーストですね。スティーブン・ウィルソンのザ・フューチャー・バイツというアルバムはですね、今回セッチミュージックでもプログレッシブロックも第1位に選んだアルバムなんですけども、これがですね、ランキングにご協力くださった高橋祐希さんと立谷由衣さん、そして私関口がですね、3人とも1位に選んだっていうアルバムなんですよね。でキング・ゴーストっていう曲はですね、その中で、かなりメランコリーな雰囲気ですとか、バースですとか、美しいファルセットみたいのが非常に印象的なナンバーなんですけども、ビデオの方はかなり宇宙的なモチーフというか、この人の幽体みたいな、真っ白い人がですね、ちょっとこう、悟ったような感じの作品になってますね。あと2つはですね、リキッドテンションエクスペリメントの LTE3 からハイパーソニック、それと Between the Buried and Me の最新アルバムからですね、Fix the Error という、この3曲がノミネートされてますね。続いてアルバムプロダクションオブザイヤーです。というわけでですね、プロダクションオブザイヤーはドリームシアターの A View from the Top of the World ということになってます。このアルバムはですね、今回結構ね、ドリームシアターらしくって、昔のドリームシアターが好きな人にもね、割と好まれるような王道のドリームシアターが聴けるアルバムですよね。それだけにちょっと物足りないなっていう人もいたかもしれないんですけど、私的には結構ドンピシャで好きなアルバムでした。ソングオブザイヤーはですね、ドリームシアターからスリーピングジャイアントがアワードに選ばれました。このスリーピングジャイアントっていう曲はですね、今回のアルバムでは、10分ぐらいのミニエピックとなったんですけども、リズミカルなフックとアンセミックなメロディーラインっていう、その辺のバランスが非常に秀逸でして、シンセサイザーによるスリリングなアレンジとか、コード進行とか、変拍子っていうのがですね、非常に際立ってるナンバーだったと思います。あと2つはですね、 PFM の Worlds Beyond ですね、それと、ザ・ニール・モース・バンドの Do It All Again と、このようになっていますね。じゃあ続いてですね、エピック・オブ・ザ・イヤーですね。エピックというのは叙情詩というような意味合いがありますが、ストーリーを感じられるような、曲ですとか、アルバムといったものに与えられるアワードですね。というわけでエピック・オブ・ザ・イヤーはですね、ザ・ニール・モース・バンドの Beyond the Years ですね。今回この Beyond the Years っていうのはですね、ニール・モース・バンドの中でも最も最長の曲でですね、31分23秒と、かなり長い曲になってます。これはですね、ニール全体の活動で見てもですね、トップクラスに長い曲になってきますね、単発で言えば。このエピックの選ぶ基準っていうのがですね、叙情詩として曲としての完成度なのか、それとも単に楽曲時間自体が長いという判定なのかっていうのはちょっとわからないんですが、残り2つがですね、ドリームシアターの View from the Top of the World で、でもう1つがトランスアトランティックの The World We Use to Know なので、今回トランスアトランティックのアルバムは、1曲1曲バラバラになってて、それらがこう総括してこのこういう大きい作品に仕上げてるって感じなので、その中の1曲こう抜き出してこれがエピックオブザイヤーにノミネートされたってことが、長さではないっていう感じですかね。いずれにしてもニール・モースとか、あとマイク・ポートノイとか、あとドリームシアターっていう形、この辺に結構ひいき目な評価があるのが伺えますね。続いてアーティスト・オブ・ザ・イヤーです。アーティスト・オブ・ザ・イヤーはですね、文句なしのドリームシアターという感じですね。他2つはニール・モース・バンドとスティックスと、いずれもアメリカのバンドがノミネートされています。やっぱりアメリカのサイトっていうだけあって、ちょっとアメリカがひいき目ですね。実際ドリームシアターはかなりいい仕事しましたね、今回ね。そしてアルバムオブザイヤーですね、ここちょっと注目ですよ。ちなみにですね、セッチミュージックの方ではですね、プログレッシブロック部門の第1位は、スティーブン・ウィルソンのザ・フューチャー・バイツ、あとプログレッシブメタル部門第1位はレプラスのアフェリオンですね。あとドリームシアターとかビッグビッグトレインとか、あとフロストとかが入ってますけども、さあどうなるかちょっと見てみましょう。これ結構ちょっと意外でしたね。アルバムオブザイヤーはですね、トランスアトランティックの The Absolute Universe ですね。結構ここまでドリームシアター推しガンガン来てたんですけど、最終的にはプログレポートの、ベストアルバムっていうのはトランスアトランティックってことですね。
作りとしては、2012年かな、それの、あのサードアルバムにかなり近い作りなんですよね。で、まあ、ダブルアルバム仕様になってまして、まあ、それらがですね非常にモザイク的にこう機能し合うっていう面白いギミックのアルバムなんですが、まあ、それでもまあドリームシアターと、あとまあ PFM ですね、ここに上がってるのは、そこをちょっとこう圧倒したっていうのはなかなか意外な結果だったと思います。はい、というわけでですね、今回はアメリカのプログミュージックサイト、ザ・プログレポートのですね、2021年の年間アワードいくつか見てきました。やっぱりここで取り上げてる作品っていうのは非常にメジャーなものが多くてですね、まあ、プログミュージックが好きな人であればどなたでもこうチェックしてるであろうアルバムがいっぱい取り上げられてるんですけども、その中でもですね今回は結構ドリームシアター、ニール・モスバンド、あとトランス・アトランティック、まあ、なんかこの辺に結構偏ったなという印象ですね。あと個人的にはスティーブン・ウィルソンのザ・フューチャー・バイツとか、あとレプラスのアフェリオンとか、あとシニックのアセンション・コーズとか、まあ、その辺の日本ですごい話題になったアルバムっていうの結構あったんですけど、意外とね取り上げられなくて、その辺が意外でしたね。まあ、このアワードを決めたっていうのは、まあ、運営の意向だけじゃなくて、実際のこの読者の投票ですとか、この動画を見てる人の投票によるものが結構多いので、まあ、割とアメリカのミュージシャンに偏ったのかなっていう印象です。まあ、国はあんまり関係なく忖度なく選ばれるんですけどね、まあ、今回はアメリカにかなり偏ったなっていう感じになりました。というわけでですね、今日はザ・プログレポートですね、2021年の年間アワード見てきました。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、コメントなどいただけると幸いです。またツイッター、ブログもやっていますので、概要欄からチェックしていただけると嬉しいです。本日はご視聴ありがとうございました。